パイオニア3号は、1958年12月6日5時45分12秒に、アメリカ陸軍弾道ミサイル局が、アメリカ航空宇宙局と協力して、ジ受納2を用いて打ち上げたスピンは安定方式の探査機である。この探査機は、月探査を目的としていたが、計画通り月を通過して、太陽周回軌道に入ることができず、 地球に戻ってくるまでに1 0 2 3 6 0トルの高度に達した。探査機の目的は、2つのガイアミュラー係数管を用いて、バンアレン体の外側の放射を測定することとつき、撮影実験のトリガー機構を試験することに変更された。パイオニア3号は、高さ5 8トル底面の直径2 5トルの円錐型で、円錐は、 薄い繊維ガラス製で電気伝導性を良くするために金で覆われ温度を摂氏10度から摂氏50度の範囲に保つために白の縞模様で塗られた。塩水の頂点にはアンテナとして働く単芯が接続された。また塩水の底部には電力を供給する環状の水銀電池が取り付けられた。管の中央からは光電子センサが突き出しており、センサは 月から3万 km 以内に近づくと、月からの光で2つの光電セルが起動するように設計されていた。円錐の中央には、電線と2つのガイガーミュラー係数管が配置された。質量 0.5kg の送信機が 0.1W の位相変調信号を 960.05MHz の周波数で伝送した。変調搬送波電力はワットで、 合計の実行放射電力は 0.18W となった。スピン停止機構は2本の1.5メートルのワイヤの先端についた角7グラムの重りによって構成され、打ち上げの10時間後に作動する。重りにより探査機のスピンは 400rpm から徐々に遅くなり、6rpm になるとワイヤが切り離される。パイオニア3号パイオニア3号の飛行計画は、 打ち上げ33.75時間後に月の近くを通過し、太陽周回軌道に入るというものであった。しかし、推進剤の枯渇によって第一ステージのエンジンが3.7秒早く停止し、脱出速度に達することができなかった。また、射出角度も計画の68度ではなく、約71度であった。探査機は地球に戻る前に、 高度10万2 3 6 0トルに達し、12月7日のおよそ19時51分に、アフリカ上空、推定北緯16.4度統計18.6度の地点で大気検査へ突入して燃え尽きた。探査機は38時間6分の飛行のうち、約25時間にわたって伝送を返してきた。それ以外の13時間は、2つの追跡基地からの 通信が途絶する位置にあった。帰ってきたデータによると、ほとんどの時間帯で内部温度は約摂氏43度に保たれた。パイオニア3号は月フライバイという当初のミッションの目的は果たせなかったが、得られたデータはジェームズ・バン・アレンにとって非常に貴重なものであった。パイオニア3号のデータはエクスプローラー1号及びエクスプローラー3号のデータと合わせ、 地上数百マイルから数千マイル上空まで地球を取り巻く二つ目の放射体の発見につながり、発見者の名前をとってバンアレン体と命名された。ありがとうございます。